さあやっていきましょうか。ブルーホースのバイオハザード。お、結構ゾンビってパシャン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 出てこないんだね。で寝てるし、下半身もちゃんとついてるし。じゃあ行きましょうか。こっちの方はゾンちゃんっているのかな。例のね、最初に出てくるゾンビ系で出てこない。銃にも反応しないからいなさげ。ここにはお尻、足、腕、頭。スイッチぽよん。特にないね。まあ、拾う銃もないし。じゃあ行きましょうか。さて、いない？いる？いない？いない？いる？いない？いる？いない？オッケー。いないんだね。じゃあ最初の、ね、そうここに潜んでたっていうのがレオンの表編をやった時に初めて知ったっていうね。やつらじゃあね、裏編だと、あ、なるほどね、裏編だともうすでにぶち殺したっていう設定になってんのかな。だとしたらここ誰が開けたの。まあでもさ、それは全くに違うストーリーにするとか。あ、そっか、こっちに行ってるんだよ。あれ、じゃあどうやって入り込んだの。あれ、おかしくね、どうやって入り込んだの。いろいろ気になるな。ちょっとまあまあ、遠目からマービンを撃とうと思っても、ちょっと マービン出てこないんだけど、あれ？あれ？いなかったっけ？グレン？あそこにいるの？カーテンの裏かと思ったら、ずいぶんと遠いところにいらっしゃったね。来た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 。そんな遠いところから僕を撃たないでよー。びっし、おやすみ。来ねえし。マーブに来ないし、誰かいるって、誰かいるって確認をする前からあなたぶちのめしてるけど。サイドパーク、そっか、ここねえんだよな。見る、東の廊下から、どっから入ってきたんだよ。右ストレート。レスキュー隊には見えないね。レスキュー隊はまずそこを壊さないと。さあ、でもこれであえてちょっと自分で難易度を難しくさせていただきましたよ。やつが急にどこでバーンと現れてくるかわからないという状態だから。さてさて、でちょっとね、なんかね、ゾンビのね、女のね、ロングヘアがね、ちょっとね、汚らしい。32発目ぶち込む。あ、なんかあれ残ってきてる。登って登って上がらせない。おいで。ただ東の廊下からこっちに向かってズカ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 来てるわけだよね。あれ、いつの間に打ちちぎれた。かわいそう。いつ来るかわからない恐怖ってあれだよね。よし、受け入れる。もうこれでいいでしょう。さて、何の思い入れもないマービー。あ、生きてんのか。しぶとい。全部ちぎってあげる。さて、来ないな。あれだってやつ東の廊下から来るんじゃなかったっけ。ううまだ行けない。しぶといね。普通この状態になって動けるのっていないよ、うん、肩だけで進むってどうやるんだろうな。さてさて、でもこれがね、結構ね、個人的にね、うん、ちょっと怖いなーって思ってるのがさ、こういざじゃあ進み始めてみて、ジュシ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 って来る可能性があるんで、そうなったらもう恐怖の雨あられだよね。ジュギーン。さあ、今のは、今のはですね、立課長っていうですね、あの小爪子さん曰く役職は課長なんだよね。でこっちにちらっとウハがうと。いる。うららら。あ、ちょっと痛い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 、早っ。ちょっと待って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 、これまず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 。よいしょよいしょ。うらら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 ら。おい、やべ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 。切る切る切る。文字通り切る。オッケー、切れた。来てない？ここちょっと来るかもしれないから先に塞ぐ。来てないよね。オッケー。まあ、こっから走って逃げてりゃ、やつらどうせ入ってこれねえんだからな。で、こっちに逃げたとて、ここでゾンビが来てるとかだったら、もうほんと恐ろしいけど、いなさげだよね。で、開けた瞬間にベンって出てきたりとかさ。もうほんとに、バイオって、ホラーだよね。いないよね、ほんとに。
開けてやつが出てくるとかないよね。どうも特に聞こえないわ。大丈夫だよ、大きい。よし、戻ろう。戻ろうじゃねえや。戻ったらやつ遭遇するんだって。進もう。まあ、そもそもあれだもんね。スペードの鍵だっけ。まだ移動制限されてる段階だもんね。よし、いらない。捨てる。捨てれてない。いらない。捨てる。組み合わせない。捨てる。OK。よし、じゃあ。グッズ。アイテムスロットが増えることに喜び。私服。そして思考。エネルギードリンク欲しいでガンスバシしてる。みんなあれがレッドブルを飲みすぎた人になれの果てってやつやね。オッケー。でこいつも、こいつはね、あれだ、モンスターを飲みすぎたやつのなれの果て。でここでゾンちゃんがウェイって言って起き上がる。俺は俺がミシーを飲みすぎたでやつ。飲みすぎたやつは全身が真っ赤になるっていうね。でそれから来ないよね。もういつ来るかわからない恐怖っていうのがね。うれれ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 。こいつはデカビタ。個人的にはこう瓶で飲むそのエネルギードリンクっていうの、エナジードリンクか系で言ったらデカビタが圧倒的勝利なんだよね。うん。容量も大きいし、これちょっとスッキリ感。なんかね、オロナミン C って、まあ、好きか嫌いかで言ったら好きなんだけど、ちょっと後味がね、あれと比べると、デカビタと比べると、うん、ちょっと、なんか甘く残りすぎるっていう感じ。ちょっとうまく説明ができないんだけどね。爽快感で言うと、やっぱデカビタの方が圧倒的強者っていう感じがするんで、で、フットリ。ん？いる？おおおおおお。だいぶね。はい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 。これはよろしくね。これはよろしくね。はい、すみません。おお、落ちてきたー。フリーフォールはちゃんと装置に持って降りてくるかい。降りた衝撃でダメージがでかすぎてるじゃないですか。生きてる、生きてる。まあでも、こういう死に方ちょっと。あれだよね、怖いよね。あのさ、万が一、これも無限武器だからさ、問題ないと思うけどさ、ちょっと生きてたのかって言ったらさ、セーブとかさ、回復してさ、出かけようと思って、ウェーって言って蘇ってみる。で、こっちも、わーってなって、ギャーってなって、ふーってなって。え？日本語で OK。いやー、ロケラン使いたいけどね。ロケランを使った時の G4 がどのくらいの耐久力でお亡くなりになるのかっていうのはすごい気になるところだけど。いらない。じゃあ行こうか。あれでも全然来ないね。そろそろ奴が侵入してきてもおかしくない時間帯じゃないかなと思うんだけど。まあ、とりあえず鍵は取りに行かなきゃいけないから、いいでしょう。で、ここは、あ、いるよ。いいよ、いいよ。グレンちゃん。ダメ、グレン。ヒマグレン。懐かしいよ。お疲れ様でした。で、これ、鍵取っておいて、こっち進んで、あれ？違うな。こっち進んだとこやな。もう行けるもんね。よし、行っちゃおう。ただな、これな。下に、やつが、そろそろ。これでさ、出てこなくてさ、例のスターズのさ、廊下のところのタイミングで出てくるってなったら、何のためにあえて自分で難易度高めたのって、それが、ね、あんま意味ないじゃんって言ったら、寂しいじゃんってなったらね。よし、組み合わせ。ケイ。相変わらずの巨乳。巨乳だけど、ん？いなかった今。気のせいで。巨乳だけど、そそられないっていう悲しい現実なんだよね。なぜかポータブルセーフの説明がある。よし。で、ここは確か、ギャップ。で、チャコポン。OK。オープンザウィンドウ。オープンセサミ。で、キュキュッと。たく、カルロスの野郎。好き勝手暴れ散らかして。うらららら。OK。好き勝手暴れ散らかした結果、レオンとクレアが、遠回りしなきゃいけないことになった。
よし、OK。で、ここには、やつは出てこないんだよね。確か。で、この先進もうとすると、ジュシ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 って、あの、霊の音が聞こえてくるから、はい。で、よいしょ。で、霊のいつものアイテムを取りに行って、いらね。これはいる。もう一個は。50点 !32×50 は、ね、本当はね、今撃ったところがね、一番ね、大きいんだよ。よし。これは取っても仕方ないやつでございますね。そう、関係ない関係ない。こっちこっち。OK。組み合わせ。じゃあこれ、爆破設置しに行きましょうか。これ何なんだろうね。人がめっちゃいるけど、個人の記事だったりとかするのかな。で、兄貴の。たく、ほんと兄貴趣味悪いわね。職場にギターを持ってくる。これ兄貴自作の CD かしら。全部穴開けといちゃう。兄貴が出勤してきた時にびっくりするようにしてあげる。私の証拠を全部残しといてあげる。うふ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。まあ、いっか。あれ、あー、ごめんなさい。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと一旦、すいません。軽く席外します。ちょっと、このまま待機。このまま待機。いや、失礼しました。失礼しました。ちょっと諸事情により、一旦撮影が中断をしてしまったんで、このまま進んでいきましょう。画面が固まったよ。来たね、来たね、来た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 。出てこないよ。あそこで鍵閉まってんのにさ、どうやって入ってきたのよ。鍵を、ここスカーンって開けた後に、ご丁寧に裏また閉めてきたってか、そう、丁寧なことがあんのよ、本当に。たく、せっかく私が東の廊下からあなた出てこれるようにっていう、手配してあげたのに、なんでこっちに来てくんなかったのよ。もう、ただドキドキするだけだった、ドキドキするだけの3年間だったじゃないですか。今これ取っちゃうとあれだよね。無理。これで、おぉ。近くっちゃうね。で、起きなくていいよ。あ、ちょっと待って、起きなくていいんだけど、起きなくていいんだけど、起きるよね。おめえさんもさ、美味しくいただいてねえでさ、俺ちょっと遊ぼっち。よし。で、あ、ちょっと待って、生き返ってる。生き返ってるドン。意外としぶといドン。で、力持ちくれドン。そろそろ来る。来そうだよね。よいしょ。ほい、ほい。来る？来ない？来ない？来た、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 来た。なんでまだ動いてるの？どうして動いてるかって？あげてるから。だが、所詮は90発程度で倒れるんです。あ、まずい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 。痛いのでやんす。しかもこっち側に転がるのかよ。登れ、登れ。おお、危ねえ。回避。これこそゲームの醍醐味だよね。これゲームじゃなかったらもう終わってたからね、完全にね。やっぶねやっぶね。セーフセーフセーフ。登ってるところを撃ち落とす。撃ち落とす。撃ち落とす。もしかしてさ、タイラントもさすがに登ってる時は無敵とか、あ、そうでもなかった。ダメージが蓄積されて、かわいそう。うら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 じゃあ急がないと、そうなんだよね。急がないとやつがね、20秒くらいで復活するんだよね。だどんだけ脅威な回復力持ってんのって思うよね。だから一旦ここでチュドンってさせといて、やつが蘇ってもう一回お亡くなりとかの膝つきダウンでなってる間にチク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 お尻の穴をついてやらなきゃいけない。ほらほら、立ち上がった。おりり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 よし、オッケー。
爆発させたから、あれ、なんだったっけ、覚えてっかな。ちょっと待ってよ。適当になんとなくそれっぽいやつで、いけた、オッケー。これがね、記憶なんでございますよ。よし、じゃあ戻りましょう。ファッションショー。あれ、ここあいつ出てこなかったっけ。で、そろそろ起き上がってくるよね、多分ね。多分起き上がってくる。あ、ちょうどいいタイミングで起き上がってくるね。ほんと狙ってた。変態白紳士、赤まみれで血まみれになってくる。赤まみれっていうか、なんか、赤まみれなんだな。さて、そろそろ終わり。よし、オッケー。ご苦労さんでした。とりあえず、一個回収できたから、ナイフっちも回収しっちの。で、ここカチャコンって開けときましょうか。そうなんだな、逃げ道が多くなる一方でさ、行った先で実は、ああ、お待ちしておりました、いないいないばーって出てくる可能性っていうのもあるからね。ここら辺が結構油断ならないんだよな。さて、これもね、覚えてないんだよね。なんだったっけな。どっかでライオンじゃなくて王冠はあったと思うんですよ。ライオンは表だったよね。全然違うね。全然違うね。全然違うね。真ん中が王冠だったっけか。あれ、どこが王冠だったっけ。と思い出せない。攻略サイトが見たい。でも見ちゃダメ。そんな卑猥なことはしちゃダメ。攻略サイトを見たいっていうのはさ、女子高生を目の前にスカートをめくりたいっていうのと言ってるのと同じだからね。そんな卑猥なことしちゃダメよ。死んでる。屍のような。それ返事がないか。しまった。とりあえず1個開けといて、アイテム揃って開けとかんといけんからね。さて、どこまで進めるかだよな。とりあえず、ここ開けて、ちょっとごめんね、一瞬鍵がどこに行っちゃったのかって見失っちゃった。そろそろ来るかな。そろそろ来てもおかしくない。あー、最近思ったけど、なんとなくさ、口の感じといいさ、目の見開き方といいさ、広瀬アリスっぽくないかって思ったんだよね。実はフェイスモデル広瀬アリスなんじゃねえかみたいな、ね。全国民にとってどうでもいい情報として与えると、広瀬すずと僕の誕生日は一緒です。いる。お、いたねー、いたねー。開けたことで、あ、場所を知らせてくれてありがとうってか、お礼には呼ばないっすよ。おらら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 らカーブの仕方下手くそ。お邪魔します。入るでごわす。オッケー。で、アイテムも取る。アイテムじゃねえ、マップだった。で、ほい。これが何だったっけな。もう一個も覚えてないんだよね。最後がそのミニヘビだった気はするんだけど、双子だったか天秤だったかちょっとなんとなく、なんとなく、なんとなく、違う。ちょっと待ってよ。どうだったっけかな、組み合わせ。天秤を使うやつなんかどっかであった気がするんだけどな。どこだったっけかな、ちょっと忘れちゃったな。なんかあったと思うんですよ。なんかあったとしたら、皆さんよく覚えてんじゃんっていう、ちょっとお褒めの言葉いただきたいんですけど、まあそんなわけでもないけどね。なんか、ごちゃごちゃ喋ってるうちに。なんでいけたのかわかんないけど、とりあえず溶けちゃったっていうね。じゃあ戻っていきましょうか。ここの廊下にあれがいないだけマシだけどね。課長がいないだけどね。で、タイランド部長でしょ。で、社長のウィアンでしょ。よくできた会社だよね。社長部長でも役員がウィリアムしかいないっていうと、まあそれは ワンマンな会社になっちゃうよねって思う。よし。で、オッケー。どっちかな、分かるな。上、下、どっちっていうね。で、アイテム調べて、この中に、確かライオンスタチューのフィルムがあるんじゃなかったっけ？違ったっけ？違ったら、すいません。だよね、だよね。じゃあもう、普通にこれを見よう。
ライオンスタチュー。王冠炎鳥か。あ、じゃあヘビ関係なかった。完全なる思い込み。はず。よし。じゃあ、手作り。こっちの方かな。間違えた、間違えた、間違えた、間違えた。こっち。いらない。ミニハは行く先で手に入ると思うから。よし。じゃあ行きましょうか。これでさ、あの西のオフィスからバコーンって出てきてさ、ズッシュンズッシュンとか出てきてさ、やつそういうドッキリ要素持ってくから怖いんだよね。後ろから来てくれるとかまだマシなんだよね。目の前歩いててその出くわすっていう方が怖かったりするからさ、どっかいないかな、大丈夫かな。お目目がキラキラしてたよね。ブルーアイズ、ブルーアイズレッドドラゴンだよね今のね。よし、オッケー。じゃあ、戻りましょうかね。ちょっと待って、いる？いない？ここは開けておいて。よし。じゃあ、ここ開けて。とりあえず G1 で戦う直前まで来たんで、G1 戦のね、あの一歩手前のところで終わりにしたいと思います。次回。みんな大好きロリ幼女と会うことができますんで、ぜひねお楽しみいただけたらと思います。さあ、じゃあこのまま進んでいこうかねと思ったけど、いたね。いたんですね。ちょっと今回ちょっとあのワンパートしか出番がないからってさ、その張り切らなくていい、張り切らなくていい、全然ひるまないでいたんですね。張り切んじゃねえよ。エイムではないか。よし、ちょっとこの慌てっぷりもね、相変わらず楽しいなって思っていただける方、ぜひね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら嬉しいと思います。もう一個ハメハメしましょう。穴は3つ。前と真ん中と後ろ。ということでね、本日の動画も最後まで動画だよね。それはそうだよな。静止画になるわけないもんね。はい。ということでね、本日の動画も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。アイテム整理だけして。いやー、でもこいつらでウィリアム G、どれだけいけるかだよね。まあそこも楽しみでね。行きましょう。ということで、おさらばです。バイチャ。